ル、ジワ、ス、クラーラ。パスカル、よしよし。現在の収集データに基づく結論、集落の住民の財産及び身の安全を守るために機械ユニットパスカルをフォーマット後基地のネットワークに組み込むことを推奨。分かってるよ、そうするのが一番合理的だって。でもパスカルは。ようこそ外から来た者。クラーラの努力により修理は無事に完了した。そうなんです、この子はもう元気いっぱいになりました。ただ一部の機能はまだ正常ではありません。はい、スバローグと一緒に長い長い時間をかけてふさわしい名前を考えたんです。こんにパスカル、血は僕、名前。見て、パスカルがお姉さんに挨拶しています。ただ言っている内容はまだぐちゃぐちゃですけど。これまでの検査によれば、この機体のコアモジュールに記憶されているキャリブレーションは既存のハードウェアと互換性がない。その他に本体のコアモジュールにも多数の不良セクターが見られる。それに対してディープスキャンしたところ大量のノイズを確認。内容は不明である。簡単に言えば、パスカルの頭の中にはどこから来たかわからないゴミが入ってるんです。そのゴミやコアと互換性のないハードウェアのせいで、この子は言葉を忘れてしまったんでしょう。でもよかった、言語モジュール以外パスカルに問題はありません。ただこの個体が故障する確率は 44.7%。 再度推奨、機械ユニットパスカルをフォーマット後基地のネットワークに組み込み管理。スバローグ、分かってるよ。でもクラーラはパスカルは特別だと思ってる。この子から他のロボットにない何かを感じる。それになんだかスバローグに少し似てる気がするの。それを無視することはできない。もう少し時間をくれる、スバローグ。クラーラはもう少しお姉さんと調査したいの。できることがなくなってからパスカルをネットワークに組み込んでも遅くないよね。わかった、あなたの願いを尊重しよう、クラーラ。その間、私はこの個体が他人の財産および身体に危害を加えないようにする。焼き入れ、ダメダメ、戻る、危害。ごめんなさい、クラーラ、勝手にお姉さんと一緒に調査したいって言っちゃった。でもクラーラにとってとても重要なことなんです。お願いお姉さん、もう一度クラーラを手伝ってください。冗談でよかったです。実はやることはこの前と同じです。新しい外装を探してパ
パスカルのコアを組み込んでハードウェアとの互換性を見ます。分析結果によれば、機械ユニットパスカルのオリジナルハードウェアはボルクかグリズリーのタイプである。この個体のコアに対応する外装を装着できれば、言語機能が回復する確率は 87.3%。 機械の墓地にはいろんなロボットが廃棄されています。まずはそこで探しましょう。自動騎兵です。でも何かしらの改造をされているようです。おそらく捨てられたロボットペットでしょう。もう機能は停止しているみたいですけど、お姉さん慎重に近づいてくださいね。悪い子ね。おやすみ。盛り上がってるじゃん。もっと。己を解き放つ呪文。反抗。陽動。霊絡。お注射の時間よ。なってないわ。おやすみ。この曲はあんたに。もっと。ん？怖くないよ。それ。
ました。コアはここです。しまって持ち帰りますね。外装を持ち帰れば終わりです。大丈夫、クラーラはまだ元気です。コアを落とさないようにちゃんと詰め込まないと。さっきの状況から見て、この子のコアは完全に壊れたわけじゃないので、まだ修理できる可能性があります。どんなロボットでも修理できる可能性があるなら、クラーラは放っておきたくありません。だからもう少し頑張ってみんな直してあげたい。クラーラの考えを理解してくれてありがとうございます、お姉さん。実はクラーラ大きな金庫を持っていて、中には仮想部で集めた修理できそうなコアモジュールが入っています。クラーラは毎日どうやって修理するか、どうやったらロボットたちを日常に戻せるかを考えています。ただクラーラとスバローグの二人だけでは修理のスピードが追いつかなくて。でも、いつの日かみんなを修理できるとクラーラは信じています。だから気を緩めずにもっと努力する必要があるんです。お姉さんに褒めてもらえてクラーラ嬉しいです。おしゃべりしてたら時間を忘れてしまいました。早く帰らないと、スバローグとパスカルが待っています。ローグ、ただいま。オカ、リ、オカ、クラーラ、リベ、バイ、シ。お帰りなさい、クラーラ。外から来たもの。この個体に対するさらなる解析が完了した。
な結論。個体の製造時期、用途、所属は判断不可。解析の過程で個体の製造番号を発見。下層部の自動騎兵データベースで検索をかけた。検索結果、この個体と同じ製造番号の自動騎兵は32体。すでに廃棄された個体を排除してもキーワードと一致する個体はまだ3体ある。失敗3、戻る、リベット1、倍、死。多分そうです。でもクラーラはうまく理解できません。話している間にもこの個体の故障率は絶えず上昇している。焼き、や、も、もど、戻る、リベット、焼き、れ。パスカルの状態がどんどん不安定になっています。まずは新しい外装に交換しないと。外装に交換するね。痛くないよ。大丈夫だよ。私が処理しよう。あの個体を追跡して捕まえるロボットを派遣する。ダメ、スバローグ、お願い、そんなことしないで。パスカルのことはクラーラに任せて。だってクラーラがあの子をここに残そうとしたんだから、最後まで責任を持たないと。
他の人を傷つけないって信じてる。でも万が一、万が一何か起きたら。クララの手で終わらせる。それでいい、スバローグ。はい、クララが始めたことだから、クララだけが終わらせることができます。人を傷つけたりしないって信じています。クラーラ、教えてほしい。なぜその選択肢を選んだ？パスカルは他の小さなロボットにはない何かを持ってるの。それはクラーラたち人間の感情にとても似てる。同じような何かを持つロボットはスバローグしか見たことない。そんな感情はとても温かいと思うの。無意識に惹かれて自分なりの方法でお返ししたくなる。でもクララは分かってる。この世界にある感情は全て温かいわけじゃないって。もしたくさんの悪い感情が悪さをしたら誰かが止めなきゃいけない。その悪い感情を止めるのは理性と責任。この二つはクラーラがスバローグからもらった宝物だから。クラーラはパスカルが悪い感情を倒せるように手伝いたい。この責任を進んでおいたいの。そうすればクラーラはずっとスバローグの後ろに隠れていなくてもよくなるから。分かった、クラーラ。その選択を尊重しよう。私は取り返しのつかない事態にならない限り行動を起こさない。ありがとう、スバローグ。じゃあお姉さん、出発しましょう。見てください、パスカルがいます。そばにいるのは、あれはグリズリータイプのロボット。早く行ってみましょう。サンゴの意志。パスカル、どうしてそんなに怪我を。痛い。離れてください、クラーラ。この個体は劣化生物です。危険指数は極端に高い。劣化生物、何を言って。ユーザーのリクエストを受信。再分析中。分析完了。当初の結果を維持。この個体は劣化生物です。危険指数は極端に高い。まさかバグが発生したのでしょうか。でもいつも通りに見えます。下がってください。今から劣化生物を無力化します。
を攻撃しようとしてます。止めないと。さらなる敵対反応を検知。殲滅開始。もしやクラーラたちも敵だと認識したようです。己を解き放つ瞬間。反抗陽動霊落。悪い子ね。おやすみ。乗ってる？手の施しようがないわね。お薬の時間よ。ラン、戦闘中。キリヒタ？盛り上がってるじゃん。もっと。礼儀がなってないわ。誰かな。お注射。大したことないね。私が守る。この曲を乗ってる？誘ってないけど。よかった。どっちのコアも無事です。巡回ロボットの外装にも損傷はありません。ありがとうございます、お姉さん。ただ少しだけ違和感があります。巡回ロボットはなぜパスカルを劣化生物だと勘違いしたのでしょうか。わかりません。後でまた考えます。とにかくこのコアはクラーラが持ち帰ってから検査します。まずはパスカルのコアを巡回ロボットの階層に移しますね。ロジック言語中枢接接続接続完了。テスト確認。各モジュール正常。機能接続。おかえりみんな。やっと帰った、パスカル。ずっと待ってた、パスカル。やっと戻ったんだね。どうしてパーツを盗んだのか聞かないといけません。パスカル、教えてくれる？どうしてパーツを盗んだの？パーツ、集める、戻る、工房。工房？それってリベットタウンにある焼き入れ工房？ずっと待ってる。シューリ、ついてきて、パスカルに。あ、パスカルがどこかに行ってしまいそうです。ついてきてほしいのでしょうか。あっちに行きました。早く後を追いましょう。リベットタウンの廃棄されたレストランだと思います。クラーラは前にここでたくさんの缶詰を見つけて、キャンプのみんなはしばらく大喜びしていました。でも
ずっと不思議に思っていたことがあります。ここはどうして電気がついているのでしょうか。捨てられた場所なのに。それにお姉さん、見てください。このレストランは埃っぽいですが、設備が老朽化した様子はありません。よく考えてください。ここに人は住んでいないはずです。少なくともクラーラが物資を探しに来た時は誰も見かけませんでした。多分誰かがここでずっと修理をしていたんだと思います。でも一体誰なんでしょう。それにどうしてこんなことを。ようこそリベットタウン。戻ってくる。すごく明るいの見える。仕事パスカルちゃんと終わらせた。まさかパスカルはずっとこの捨てられた町を修理していたの。パスカル、確かに修理待ってる。みんなずっと。パーツ、パスカル、ずっと集める。リベットタウン、ずっと直す。どうやらパスカルがずっとパーツを盗んでいたのはこの街を直していたからみたいです。まずみんなパスカル、ずっと離れた。みんないつか戻る。まさかリベットタウンを離れた住人たちが戻るのを待っていたのでしょうか。パスカル、修理ずっと毎日使える。みんな戻る。みんなが戻ってきた時に普通に生活できるように、パスカルはずっとここを修理していたんでしょうか。工房、焼き入れ、ここ基地、パスカル、秘密、パーツ、貯める、敵、隠れる場所、安全、怖くない。みんなどうやらここはパスカルがパーツを貯めている秘密基地のようです。パスカルがパーツを盗んだ理由は分かったけど、まだ解決していない問題がたくさんあります。例えば、動機を直接聞き出すのは無理です。ここに手がかりはあるのでしょうか。リベットタウン、住む、クラーラ、自由、見て、いい。水燃料の匂いがします。わ
ざわざリベットタウンでこんなことをする人はいないと思います。まさかパスカルが集めて一箇所に積み上げたのでしょうか。これはパスカルのメンテナンスの成果だと思います。この子はモニターを使わなさそうですが。あ、側面に人間の手のひら型認証があります。まさか最近使った人がいるのでしょうか。これは日記帳でしょうか。表紙に名前が書いてあります。すごく綺麗な字ですね。綺麗すぎてまるで印刷した文字みたい。まさかパスカルが。これが事の真相だったんですね。クララはよく考えてみようと思います。お姉さん、パスカルのことを最初から整理してみませんか。パスカルは昔はリベットタウンの護衛ロボットだった。リベットタウンの住民がいなくなってからパスカルの予備電源が何らかの形で起動した。再起動したパスカルはリベットタウンに誰もいないことに気づいた。だからパスカルはパーツを集め街を修理し、みんなが戻るのを待つことにした。でも何かが原因となり、パスカルはよく仲間から攻撃を受けていた。なぜなら自動騎兵はパスカルを劣化生物だと認識してしまうから。クララにもわかります。でもパスカルの自我がとても混乱していたのは
よく仲間から攻撃を受けていたからだと思います。感情を司るモジュールがずっとダメージを受けた結果、最後には絶えずパーツを集めるだけのロボットになってしまった。わかりません。パスカルの日記から答えは見つかりませんでした。パスカル、あなたはどうして仲間に嫌われちゃったの？お姉さん、クラーラ、観光、楽しい？パスカル、パーツ集め、準備、続ける。それか、待つ、次、命令。どうやら、パスカルの自我は、まだ日記を書いていた頃のレベルには戻っていないみたいです。お姉さん、クラーラ、リベットタウン、住民、パスカル、守る、みんな。わかったよ。ありがとう、パスカル。パスカル、クラーラの言うことを聞いて。パーツ集めはもう大丈夫だよ。ここでおとなしくして、クラーラたちからの命令を待ってて。いい？パスカル、わかった。おとなしく、待つ。お姉さん、まずはスバローグのところに戻って、話し合いをしましょう。事情だよ、スバローグ。ただ一つだけクラーラにはわからないことがあって。パスカルはどうして劣化生物だと認識されたの？あの個体は長い間劣化の汚染を受けた部品で自身を修理していた。だから基地のネットワークに接続している自動騎兵はあの個体を劣化生物だと認識したのだろう。部品を取り替えれば解決する。心配する必要はない。なるほど。あとスバローグのネットワーク内で似たような事件が起きたことはある？ない。ネットワークに接続している自動騎兵はコアモジュールのノイズを定期的に除去している。個体がコントロールから逸脱した自我を持つ可能性はおよそ 0.12%。 ネットワークに接続していない個体はその可能性が 3.23% まで上昇する。注意、確率はあくまで理論上の推定値である。過去700年の間、仮想部でそのような事例は発生していない。見過ごされるほど低確率で発生する事件は往々にして災いにつながる。自動騎兵が自力で感情モジュールを生み出す可能性を考慮し、すでに類似事件への対応策は考えてある。スバローグは常にあらゆる状況を考慮し、合理的な方法で問題を解決してくれる。そんなことクラーラはまだできない。それでパスカルをどうすればいいの？機械ユニットパスカルのコアをフォーマットし、基地のネットワークに組み込んで一元管理する。基地のネットワークに組み込んだ後、コアモジュールに対し全面的なメンテナンスを行い、
ハードウェアの構造を修復する。不良セクタやデータのノイズを除去すると 97.2% の確率で全ての機能が正常に戻る。だが後、あの個体が発展させた感情知能は完全に消える。他の方法はないの？この解決案は内部と外部の損失を最小限に抑えることができる。クラーラによれば、現在あの個体の状態は安定しているが、演算によると機械ユニットパスカルの故障確率およびデータノイズの比例は現在も上昇している。負荷が 100% に到達すれば。分かったよ。でもクラーラはパスカルを修理することを諦めちゃいけないと思う。パスカルのために互換性のあるハードウェアを見つけてあるんだよ。感情知能に関連するセクターを傷つけない方法でノイズを除去できれば。あなたはその可能性がとても低いことを知っているはずだ、クラーラ。完全にノイズを除去する方法は一つだけ。上書きだ。基地のネットワークが対応するセクターに記録されている情報を完全にバックアップし、ノイズをクリアした後、その領域に完全なデータを上書きする。もう一つ方法があるかも。クラーラたちでパスカルのコアに1個ロックをかければいい。余計なデータを消してコアの中の無事なトラックを見つけて新しいプログラムを組み込む。このプログラムはパスカルの行動を制限できて他人に危害を加えるのを防げる。そうすればパスカルが獲得した感情知能をできる限り残したまま問題を起こし続けることも防げる。もしパスカルが得た感情知能を維持することができれば、クラーラがパスカルに他人には親切にしなければならないことを教えられる。スバローグ、どう思う？試してもいいが、リスクが高い。その方法では継続的に発生するノイズを完全に除去できない。同時に新しく組み込んだプログラムがノイズに汚染されるリスクがある。つまりネットワーク外の個体を継続的に監視できないことを考慮すると、その方法では機械ユニットであるパスカルの安定性を短期的にしか保証できない。計算によれば
あの個体が再度故障する確率は。その時はクラーラがもう一度直すよ。その後にまた故障すればまた直す。クラーラが導いて直す。たとえ何回でもそばにいてパスカルを助ける。だがパスカルはあなたのことを忘れる。何度もあなたを、以前学習した全てを忘れる。全ての記憶、全ての感情をだ。無限に続くサイクルの中で、遅かれ早かれ、有限のデータ空間は何度も複製されたノイズに覆い尽くされてしまうだろう。その方法はあなたが思うより困難だ、クラーラ。本当にその方法を選ぶのか。落ち着くんだ、クラーラ。急いで結論を出す必要はない。メロブルグの運命の変数はまだここにいる。もしかしたら彼女が私たちに最適な選択を示すかもしれない。クラーラはお姉さんの判断を信じるよ。あなたの選択を信じよう。外から来たもの。二人ともそれぞれの解決方法を提案した。スバローグはパスカルをフォーマットし、基地のネットワークに接続する必要があると考えた。でもそうしたらパスカルはせっかく手に入れた感情知能を失う。残酷に思えるけど、この方法なら確実にパスカルがもたらす安全面の不安を解消できる。クラーラはプログラムを使ってパスカルの行動を制限することで感情知能を残しながらも損害をなくせると思った。でもこの方法は根本的な解決策ではない。さらにクラーラの多大な努力が必要になる。クラーラがパスカルの感情知能を利用して良い方向に導く努力をしても再び暴走する可能性はある。それにパスカルは今まで人に危害を加えていないけど、窃盗行為をしていたのは事実。この点は考慮するべき。問題の重要な点は何？慎重に考えて片方の案を選んでもう片方を説得しよう。クラーラは選択をあなたに託したいと言った。私はその選択を尊重する。個体パスカルの処置について結論は出ただろうか。分かった。十分に考えてから選択するといい。お姉さん、クラーラたち、それにパスカルはどうすればいいんでしょうか。わかりました。クラーラも冷静になって考えてみます。お姉さんの選択はどっちですか。この選択は多分今回の出来事の結果に影響する。慎重に考えてから決定しよう。はい、ちょうどクラーラも心
心の準備をする時間が欲しいと思っていました。決まっただろうか。この選択は多分今回の出来事の結果に影響する。選択権はあなたにある。私はここで待っている。お姉さんの選択は。この選択は多分目標達成、次命令待つ。個体に接続中、コアモジュール内の全データのバックアップを準備。お願いね、スパローグ。バックアップ完了。フォーマット処理を開始。待つ、次、で、ま。待つ、の、ま。終わり？パスカル、ラーラ、ク、お姉さん。ありと、クラーラ、お姉さん。パスカル、とても、楽しい。完了、任務。とりあえず、しばらくここを離れよう。列車が空を飛んでる。ここかなりの高度ですよね。スバローグの方よりもずっと高い。クラーラ、なんだか夢を見ているみたいです。
かってはいるんですが、今夜はドキドキして眠れないかもしれません。次はスバローグを説得して絶対一緒に来てもらいますね。はい、クラーラを招待してくれてありがとうございます、お姉さん。まだ早いし、どこかへ行く？